そしたらさ、田舎道だからさ、でっかいもんね、大げさじゃなくて、牛のうんこみたいなことなのかな。もうね、こんぐらいのうんこがあってさ、で、それで、うわーって俺転んじゃったでしょ。うわーって転んで、手でブチューって踏んじゃったのよ。そしたらさ、もう手の、もうこの隙間からうんこがこう、何この、ブニューって出てくる感じ。もう、あーみたいな。手の隙間からうんこがーみたいな。で、こうやってパッて取ったらさ、こう、手形みたいになっててさ、もうびっくりしちゃったよ。あーびっくりした。まだ臭いか。もうね、さすがに。いやーびっくりしたな。でもさ、そのままどうする？なんかこの、なんかライバル校のさ、なんかこう、ライバル校のキャプテンとかにさ、うんこ握らせたらさ、クソーとか言ってさ、うんこブニューってしたりするのか。もういいかな、そんな話。え？もういいかな。その、ごめんね、汚かったから、いいかな、その話。まあ、そろそろ本題に入りますか。嘘。飯食う？いいの？あたの坊太郎。いいの？嬉しい。ハッピーバースデー。何？午前零時を過ぎたら。ハッピーバースデー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 。嬉しい。どこ行く？いいよ。あ、飯。なんで？どこ食べ行く？でも買っちゃったよ、飯。めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好き。めっちゃ、いつも食ってんじゃん。うん。午前零時を過ぎたら、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。なんでやねん。なんでやねん。大根。めっちゃ好きやけど、ちゃうやろ、こういう時に。今 40% 増量。冗談でも嫌やわ。冗談ちゃうからもっと嫌やわ。あ、うん。いえ。何すんの、どっか連れてけや。誕生日やねんから。なんで？いや、その考えがムカつくわ。誕生日だ、お祝いしてあげようかな、どこ行こうかなじゃなくて、何買っていこうかな、コンビニだが、その一個お前想像したらムカつくわ。でやねん。なんでやねん。ごめん。ごめんちゃうやろ。でも、ほら、毎日でも食べたいって今。毎日でも食べたいよ。今なんかその今朝食うた。ダイエットのために毎日食べて、今朝食うた。誕生日ぐらいダイエットってせえへんねんて。人ってせえへんねんて。でも41キロカロリー。カロリー気にしてへんねん。誕生日ぐらいはカロリー気にせえへんねんて。タンパク質 9.8g。 そのちっちゃさで 9.8 はすごいねんな。いらんて、じゃあ明日の朝食うわ、ほんなこれ。なんなん、その、好きやで、めちゃくちゃ。なん午前零時を過ぎたら、ハッピーバースデー。そういうこと？ハッピーバースデー。ねえ、ごめん、ほんと。ねえ。ケーキがなかったら成立せんしょ。いいよ。プリンじゃん。いいじゃん。いえ大好きだよ。大好きだけどさ、プリンじゃん。釜出しだよ。そういうことじゃないよ。めちゃくちゃ値段書いてるし、コンビニって分かりやすい。でも俺の実家誕生日プリンだったよ。この？うん。切な。あー、しんどしんど。こいつスプーンでかかった。知らんがな、それコンビニでいいんやろ。でやねん。誕生日これもらう人おらんやろ。
普通のディナーとしても嫌じゃん、これ。普通のディナーで飯用意してるよ、で家行ってどうぞー、もうこれ嫌やわ。いや、これ自体はめっちゃ好きや。自分で買うわ、これぐらい。わざわざ買われんでも自分で買うわ。製造元デザートラウンド、すごいな名前。もうね、もっとええデザートあるやろ。ありがとう、俺好きやけど。なくない。午前0時を過ぎたら、え、ハッピーバースデー、そう、ハッピーバースデー。とただけかい。ってこいつ誰は、なんでやねん。うちが必死こいで今日予定開けてんねん。友達からも誘われたけど。どっちだ。右。ん、右。こっち。まず左は、まず左ね。ほな開けろ。もないんかい。ほな右やないか。右はこれぐらいに入るサイズ感ってことは、え、わかった。おいしいディナー券。うん、何。人体。知らん。知らない。知らん。ほら、おじさんとかがよく食べてるさ。うん、おじさんとかがよく食べてる昔のフリスクみたいなこと。なんでこんな銀つぶつぶやねん。ケーキのやつ、ケーキのやつ。 あ、似てる似てる。テンション上がんない。変なところでパチンコ玉に見えんじゃん。いや、小さいだろ。こわ。あ、ちょっと舐めるんだよ、最初は。フリスクやね。俺2月これ。なんかお線香風味のフリスクやね。口爽やかな。ダイエットしてるから。ありがとう。なんか泣いてるし。なんて冗談。おもんなかったわ冗談。ずっとずっと冗談おもんなかったわ。俺実は、いやねんこれ、今日のディナーね、日本中探したの。めちゃくちゃ嬉しいやん、気持ちよい、うん、なかなかなくて、本当になくて、嬉しい気持ち。でも絶対そこ連れて行きたいと思って、絶対連れて行け。ついに、東京の、こっから1時間のところに見つけたの。どこやねん。マクドナルドでまだお誕生日セットやってるとこあったのよ。昔あったじゃん、マクドナルドでさ、誕生日パーティー、ね、ドナルドとしませんかみたいな。あいつドナルドって言うんやけ、うん、いいやろな。めっちゃ怖かったちっちゃい頃、うん、あったじゃん、あれをやってるとこがあったの。そこ予約してくれた。うん、いる。うん、いいよ。食べ放題だよ。うん、何個食べてもいいよ。やった。うん、はあ、かわいいねんな。なんかあいつかわいいねんな。純粋でありがとう。